それではコーナーの方に参りましはい。ょう。イチオシマンデーネタナイト。このコーナーではテーマに基づいた3組に今イチオシのネタを披露していただきます。お今日のテーマ、はい、新春爆笑ラフネクパレード。よっしゃ、いいですね。いい、聞いたことあるような響きでございますけれども、これ確実にパクってますね。これパクってないです、オマージュです。オマージュ、パクリってやめてください。オマージュって便利やな。ラフネクはオマージュ、まあオマージュですね。新春ということでございまして、ラフネクでもおなじみの3組、ネタ披露していただきまして、うん、ラフクの皆さんに初笑いをしていただこうと、はい、そういう企画でございます。です。1組目いきましょう。はい、1組目は NSC41 期生、芸歴3年目のファンファーレと熱狂でございますね。ボケのこうちゃんとツッコミの、はい、奥からなる、元気でおバカなハイテンションコンビ。いい、本当のなんかレッドカーペットのキャッチフレーズみたいな感じで、いいですね。ファンファーレと熱狂。パクってますよね。パクってない。オマージュです。オマージュ出ちゃいますから、これは。ということでございまして、まずはネタの方からお聞きください。どうぞ。はい、どうもー、どうもー、あきおめっせー。あ、じゃあ間違え、どうもー、あきおめっせー、間違えてガー入っちゃいました、すいません。どうも、好き嫌い分かれるタイプです。こういう間違いもしちゃうからね。今年もみんなに愛してもらいましょう。よろしくお願いします。どうも、ファンファーレと熱狂です。お願いしまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いや、僕動物が大好きで、あ、動物もう大好きやからね、はいはい、ペットを飼いたいなと思ってるんですけど、いいす、ね、僕の住んでる言わん方がいい、言わん方がいい、飼ったらダメなんですよ、こうちゃん。なんで2回言うねん。ダメなんでね。ラフネクのヘビーリスナーの方に、はい、全聞こえやから、もうぜひ来てください、勝手に。いや、勝手に行ったらあかんの、禁止なんで、はいはい、犬とか猫はね、はい、いつか大きい家を住んだら、うん、に住んだら、そこ飼いたいなと思ってるんですけど、犬とか猫はね、そう、あの、うん、魚やったら飼えるわ思って。魚はうるさくないですから、はい、そうです。だから、うん、ちょっと水槽も買おうて、うん、買おうて水槽ね、ごめんなさい、はいはい、水槽も買って、うん、水草と岩とやってね、そのこう、その夜中とかに一人で眺めてる時間がすごい癒されると言いますか、うん、確かにね、いいですね、すごいんですよ、うん、ただまあハマチやから、ハマチここは大きくハマチっていった場合、ハマチどうしようか、ハマチ買うだけで1、2万大きいですよ。ポーちゃん、ポーちゃん、ポーちゃん、ハマチャー、ハマチャー、何その言い方、ハマチな、ハマチやで、まああれ回遊魚やそうやで、お前長さお前 4,50 センチあるよ、水槽どれぐらいな、水槽も50センチぐらい、ギチギチやないかい。お前どうやってハマチ回遊してんねん。こう持って俺がこう回す、お前が回ってんかい。どんな回遊やねん、こういう感じで、こういう感じ、名前も可愛いんやからな、名前可愛い、うん、ハマちゃん言うんやけどね、ハマちゃん愛してんのよ俺は。あんまよくないけどな、大先輩連想してまうねん、大丈夫、お会いしたことないしな、それ今度また合わしたるかな、お前のハマちゃんに会いたないねん。可愛いからね、誰がお前のハマちゃんに会いたいね、うん、まあ、でな、こう草とかはな、うん、岩とかその流木とかも置いてな、アクアリウムこだわってんねん俺はな。あれアクアリウムする魚ちゃうけどな、かわいいんで、あれ食べる魚やねん、お前人のペット食べるってどういう神経しとんねんお前な、お前がハマチ買うってどういう神経しとんねんお前、お前な、何うせやな、はあ、お前うせやろ、何がいい、お前なんか相談事とかあったらさ、うん、すぐ俺に言うやんか、うん、でもそれでも言ってきてないってことは、うん、お前これうせやな、バレた、おサブちょ見え張ってもらった、それは、お前めっちゃ寒いや、お前、まあまだ30センチやから翼やねんけど、翼、うん、こっからね、翼いつかハマチ、翼なんて、それは50センチやから、まだハマチに見たいから、翼、あ、翼見え張ってもらった感じは、翼は買ってんねや、買ってるよ、翼は買ってんねや、翼ハマチぶりでまだ50センチいないから、翼翼は買ってんねや、ちょっと喋りすぎやわ、喋りすぎてないやねん、あしたな、ええことあったんか、ええことあったわ、大吉引いたわ、ええ、言えねん、じゃあなんやねん、ティーカップハマチみたいなとこやねんな、ティーカッププードルみたいに言うな、かい、服も着させたら喜んどったね、この前な、怖い、服着させた、ビチビチ跳ねとったで、何してんねんお前、逃げてんねん、ええー、可愛かってんって、可愛いちゃうねん、今度あの自ら出して散歩も行ったろ思ってんねん、終わり終わり終わり、赤髪が翼に紐つけて散歩してんの、うん、てこの世の終わりやねお前。まあまあ食べるよりマシやろ、うん、もっと怖いね、もうええわ、どうもありがとうございました、ありがとうございます、もうね、ネタは安定でございましたけどね、まずか、
ねえ、うん、あんだけね、一応ね、確認でね、これ、ズームでやってるんで、うん、はい、私が手で合図出したら、うん、どうもの、感じ言ってくださいって、そうやね、うん、ね、その事前に、ね、はい、スタッフさんが言っていただいてるんですけど、うん、はいはい、出囃子になってる時になんか分からんけど、はいはい、いやってやってる映像だから、言ってたな。言ってましたね。はいはい、言ってましたね。言ってまいりました。もう何回も、はい、作家さんに言われてたんで、はいはい、やってしまいました、新年早々から。津田さん忘れてんかな、思います。ちゃうわ。津田さんが一泊遅かった。津田さんが一泊遅かったからって。僕らは僕らのタイミングで行っただけなんで。そうか。勉強になるわ。ごめんな。いや、全然、はい、気をつけてください。いや、お前気をつけろ。気づけるわ。はい、ありがとうございます。どうよ、2022年になりましたけど、どうですか、年末年始。いや、もうでも全あ、年末年始ですか。いや、で、うん、逆に全然なくて、はい、僕でも一個ライジンを見てて あったんですけど、キングカズの息子さんが、まあ、出てはったじゃないですか。ほんでね、最後そう、出てたんですよ。出てたんですよ、うん、はい、でカズも見に行ってて、そう、めっちゃ白い服着てたな、カズ白のスーツでね、めっちゃ白い、はい、出てたんですけど最後の決め技で、はい、サッカーボールキックっていう技知ってますか？いやいや知らへん。あ、知らないですか？格闘技の、うん、なんか多分その頭をボールに見立てて、うん、なんかこのシュートする技みたいな。はい。で、それを、なんか多分数の子供やからと思うんですけど、なんかサッカーボールキックで倒したみたいな実況がね、こじつけって言ってたんですけど、うん、全然まず胸に当たってるんですよ。この時点でまずサッカーボールキックじゃないんですよ。これサッカー好きな津田さんって分かりますよね。いや、パワーで来られてます、ね。津田さん分かりますよね。ハマチーの時の感じで来られても。行かせてください。ほんでね、まあ、それで僕があるのは、あれサッカーボールキックってまずその、サッカーボールキックにもなってないんですよ。まずそもそもな。シュートフォームも悪いし、サッカーボールをキックする、ね、キックするんであれば、もっとサッカーのホームで行かなあかんと。なるほどな。これ津田さんやと分かりますよね。無理やって。無理やって、それ。そうなんです。だからサッカーボールキックじゃない名前を僕つけろと思ったんですよ。おお。なんか考えたの、それ。はい、で、僕考えました、あれ。おあれは、公園で、サッカーしてた時に、草むらにサッカーボールが入っていって、うん、手では届けへんけど、足でちょっとつっついて出す時ぐらいのキックです。長いなぁ、お前。何やねん、その長い尺の。そのシューっていうのやめてください。なんで、足で何もなくてシュー。手で取ればいいなっていうやつに、はい、もう変えてほしい、サッカーボールキックじゃないなって、年末年始それだけずっと思ってました。もっとあるやろ、そっか。大晦日家。いや、もうあれだけです。なんかいろいろあったやんか。いや、もうあれ、それを思って年、ちゃんと越せなかったっす。確かに。どんだけ気になってんの。奥ちゃんが喋るときは、こうちゃんめちゃくちゃ静かなんですね。いや、そりゃそうだ。どっちも喋ったやかましいんですよ。いや、なんか、うん。入りたかったんすけど、うん、ちょっと何言ってるか分からなすぎて、うん、サンドウィッチマンさん、難かったっす。昨日バズってたんちゃいます、多分。年貢芸人かな。やめてください。年貢芸人ですか。フォロワー2しか増えへんかったっすよ。大丈夫、大丈夫。あんだけ捨て身でふんどしやって、はい。そうなんですよ。ふんどしでリズム芸やって、はい、バズらんってめっちゃ恥ずいんすよ。大丈夫大丈夫、俺エンタの神様出てフォロワー5減ったから、はい、大丈夫大丈夫。なんでエンタで減るってあるんですか。エンタで減るんやと思った。減るんすよ。いやすごい、ね、でも、うん、もう劇場メンバーにもなって、うん、はい、単独ライブも初めて決まったんですね。そうなんですよ、2月の19日、はいはい、18時から、はい、やらせていますピーキーなやつ、ピーキーなやつだというライブがあります、はいはい、そうそうそう、はい、それもありますし、うん、どう、最後にちょっと2022年の抱負なんかも聞かせてもらっていいですか。はい、はい、じゃあお願いします。うん、YTV 撮ります、よろしくお願いします。なんでこピンポイントABC も NHK とかあるんですけど、僕ら、はい、去年、はい、ラウンド1ラウンド2に出させてもらったんですけど、
どっちも10人やって、はい、半年間僕らそのパンセで一番おもんないやつと思われてるんで出れるのもな、実はあれオーディションあったりするの分かってるから、みんな、はい、いやいや、テレビ見てる人で、はい、もう巨人師匠のコメントも、はい、もうすごいやつやったの、はい、ちょっと やっていいですか。いやいや、やったらあかんよ師匠の悪口のとこ切り抜いてやめとこやめとこけど、ほんまにその、はい、しっかり、はい、しっかりしたほんまの愛のあるアドバイスいただきすぎて、はいはい、あの友達から、うん、俺も怒られてるみたいな気持ちになったんで LINE 来ました師匠はな、はい、あの愛を持ってそれ言ってくださってるから、そうです、見ていただいて、ね、はい、はい、どこ褒めてもらえるようにね、はい、頑張りたいと思います。頑張りたいと思います。まずは関西の賞レースの決勝に行くという、うん、こと、ね、そうですね、頑張っていきます、はい、ね、もう十分その力はありますから、うん、ね、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。本当に熱狂でございました。ありがとう、ありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。丁寧にちゃんと、はい、らしい後輩でございますよ、本当にね、うん、はい、ということでございまして、このあたりで一曲聴いていただきましょう、はい、リクエストでございますね。津田さん、別府さん、スタッフの皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も月曜9時からの楽しい1時間を心待ちにしています。ありがとうございます。お正月に実家に帰り、昨年末の紅白歌合戦の話になった時、82歳の母が一番良かったわと感激していた方の曲をリクエストさせていただきます。まさかこの人をとかなり驚きましたし、ちょっと笑ってしまいましたが、うん、いくつになってもいいものはいいと思える感性は見習わないといけないなと思いました、うん、ということでね、素敵な、リクエストでございます、はい。奈良県にお住まい、ラジオネームアニムさんからのリクエストでございます、はい。藤井風さんでいいですかね、藤井風で燃えよ、うん。ウエストサイドジャンクラフネクストでは、ラフッコの皆様からのリクエストもお待ちしております。はい、メールアドレス、小文字で wsjl@esfm.jp にメールを送るか、ツイッターでハッシュタグ、カタカナでラフネク、こちらでつぶやいてください。お願いします。2組目いきましょう。はい、2組目は NSC41 期生、うん、芸歴3年目の五蔵六福。来た。でございます。五蔵六福。ボケのユウ。はい、とツッコミのソータ山本、からなる最近ユウの変人っぷりが溢れ出してきてるコンビでございますね。ボケがユウか、ちょっと変わってたりするんですけどね、はい、その辺も楽しみながら聞いてください、はい、それではネタの方お聞きください。どうぞ。どうもゴゾロップです。お願いします。どうもゴゾロップです。お願いします。ありがとうございます。ね、はい、最近僕、うん、新春早々、はいはい、財布を落としてしまいまして。最悪やな。そうなんですよ。そうそう、ね、でもね、交番に取りに行ったら、うん、あったんですよ、うん、財布が。そう、でもこの何返してもらう手続きが、うん、もうすごい滞って時間がかかってかかって、そんな面倒くさがめちゃくちゃ面倒くさいのよ。俺ちょっと財布落としたことないか分からへんけど。ああそう、うん、やった方がいいわ。いえ、やった方がいい。やった方がいい。絶対やった方がいい。あ、ほんま？おう。あ、じゃあ俺ちょっと財布として取りに行くから。はいはい。警察官やって。はい。今やらんで。新春早々、こんばんは。おまわりです。あ、おまわりさん、こんばんは。完全におまわりです。あ、分かってます。はい。分かってきてるんで。あ、よろしくお願いします。あ、帽子脱がい、そんな丁寧にいいですよ。帽子脱いで挨拶しなくて。前髪全部入れるとかいいんですよ。これ少しでも出てると上司に拳銃で撃たれるもんで。撃たれるんですか。すいません。日本の警察ですか。警察ってこういうもんです。あ、そうなんですね。ちょっと知らなかったですけど。どういうあれで。どういうあれで。どういうあれで。警察官ですか。おまわりやらさせてもらってます。そうですか。新春早々こんばんは。何ですか。うわ、それ何ですか。で、どないですか。どないですか。何ですか。財布落として。あ、財布届けられてないかなと思って。あ、もう盛りだくさん。盛りだくさん。財布がもう新種、やっぱもう落とし物だらけなんで。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。あ、ちょっと探してもらっていいですか。あ、探します、はい。あ、じゃあ財布の特徴。茶色の長財布なんですけど。茶色の長財布。はい、ルイ・ヴィトンの。ルイ・ヴィトン？はい、はい。ルイ・ヴィトン？はい。そんな持ってる人初めて見ました。いや、そんなことないでしょう。いや、ほんといますよ、結構、ルイ・ヴィトン。触っとこうかな。触んなよ、そんな珍しいもんじゃない。触っときます。早く探してください。探します。茶色のルイ・ヴィトンの長財布。はい、検索。8つあります。8つ8つですよ。あれ8に2で8つです。8つです。申し訳ございません。そんな謝らなくても。そう、帽子脱がなくていいですよ。
前髪全部しまうやつ何ですかそれ。撃たれるのが怖いんでございます。撃たれるんですか、はい、本当にいちいち謝らなくていいです。早く探してください。茶色がいっぱいありますんで。あ、本当です。茶色の種類。種類、いや、普通の茶色です。エグザイルで言うところの誰ぐらいの茶色かだけ。いや、エグザイルみんな同じぐらい茶色でしょ。全然ちゃいますから。いや、細かに分かんないですけど。上から、はい、ネスミスブラウン、メンディブラウン、分かんないですよ、その違いが。松ブラウン、ウサブラウン、違い分かんない、アツシブラウン。大きく離れて、タカヒロブラウン。タカヒロブラウン、ベージュやろ、ほぼ。もう、どれか。どれか。いや、わかんないですけど、ヒロブラウンぐらいですか。ヒロブラウン、はい。使い込んでますね。知らないですよ、そのヒロブラウン。あの黒さ、出ませんよ知らないます。使い込んだらヒロブラウンになるとかは知らないですよ。検索あります？ハッツあります。ハッツ。ハッツです。全部ヒロブラウン？ハッツ。ハッツ全部ヒロブラウン？はい。ちょっと、あの、免許証入ってるでしょ。あ、免許証。はい。山本総だって言うんで見てもらっていいですか。申し訳ございません。なんで謝るんですか。ちょっと帽子いちいち脱が、ほら前髪出るから、それいちいち帽子取らなくていいんで。怖いんです、撃たれるのが。早く調べてください、免許証見て。名前、山本壮太です。山本壮太、はい、早く調べてください。8つあります。全部山本壮太のヒロブラウン全部8つです。8つ、はい。ちょっと住所とかあるでしょ。住所、住所見てください。特定できるでしょ、それで。こちらありました。山本壮太、名前が、はい、住所、はい、エトロフ6丁目。エトロフじゃないです、僕エトロフ島に住んでないんで、はい、こちらありました。山本壮太、はい、シコタン 2-3-8 なんで北方領土の落としもそんないっぱいあるんですか。レオパレス地下9です。レオパレス地下9 はい、北方領土の。違います、監獄やん、もうそれは。すいません、ちゃんと探してください。そんなわけない。本当にごめんなさい。帽子取ったらまた前髪出るから、その前髪全部しまわなあかんくなるから取らんでいいですよ。あー、パンパン撃たれた、撃たれた、前髪が出てたから撃たれてます。命に変えてもあなたの財布を。じゃあ早く救急車、財布品で。いやいや、あなたの財布の方が私の命よりも大事なのです。財布は他の人に探してもらうんで、救急車呼んでください。大丈夫、傷パーパットがあれば何とかなるんで。そんなんじゃどうにもならないです。ありました、ありました。山本壮太、はい、ハボマイの 2-3-8。 俺八方領土住んでないね、萌えは。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。もうボケツッコミ変わって長いの？もうそうですね、半年ぐらい。そうですね、はい、半年になりますかね。はい、聞いたよ今。はい、なんで2回同じこと言う。いや、一応あの、はい、あの、はい、なんか言えよ。半年なんで、まだコンビ名も2人とまだ半年なんで。なんかな、はい、最初もなんかゴゾロップでーす、ゴゾロップでーすみたいな感じで。いや、そうなんですよ。そうです、もともとその僕が言ってたんで、うんうん、これはやっぱこうどうしても離れないというか。いや、別に聞いたら分かるやろ、その俺が言ったん見たら言わんでええんやってなるやろ。普通はな。普通じゃない。俺はお前よく知ってるやろ。俺は普通じゃねえんだよ。お前のターンじゃないから。あ、すいません。ごめんなさい。長い。すいません。いや、すごいな。いいですね。なんかでも合ってる気もしますよね。うん。どうですか、ありがとうございます。コゾロッパ2021年はどうでしたか、去年振り返って。2021年、なかなかちょっとね、辛い年でした。あ、そう。辛いというか。辛い年でした。辛いというか、まあなんか、ちょっと苦しい年でした。いや、そうですね。結構苦しみましたね。はい。いろんなところで。それは気もしながら結果とかそういうこと。あ、そうですね、その同期が結構もう結果出してる中。いや、そうなんですよ、本当に。僕らがちょっと、ね、はい、足踏みしててまして、だそれをどうにかこう覆せる2022年になればいいなと意気込んでいるところであります。はい、なんやろな。なんか意気込んでるんですけどね、うん、こいつ、あの新春からうん、そのネタも2回舞台やらせてもらったんですけど、昨日と今日でやらせてもらったんですけど、うん、はい、あの昨日2回飛ばしてるんですよ、1本のネタで。で、今日それと全く同じとこ2回飛ばしてたんですよ。ウハハハじゃないぞ。おい、ウハハハじゃないよ。俺さ、それは俺も頑張ってんねんけど無理やねん。ちょっと俺気持ち分かるわ、飛ぶねん言うの。ね、いやですよね。別府さん分かるんですか。年末だってこいつ福岡3ステあって、うん、はい、で3ステとも全部飛ばしたからな。うん、全飛ばし。上には上がおんねん。
そうそう。だから上なんかな。でようよう考えたらその前の大阪の舞台でも飛ばしてるからその4連射で飛ばしてる。いやそれきついですね。それ津田さん嫌なならないんですか。いやだからなんかもうそのさ犬がさなんか待てって言ってるのにさ、はい、食べたらさ、はい、いやあかんって言ってるのにも可愛いなみたいに思うやろ。何が可愛いねん。可愛いないでしょ。それがコンビやねん。可愛いないでしょ。もうしゃあない。だって怒ってもしゃあないからな。うんうん、そうなんですか。だって勝手にアドリブ入れて、勝手にテンパって一人沈んでいってるから。アドリブ入れて、あの本ネタ飛ぶねん。そう。アドリブ入れるで脱線して、勝手にテンパって勝手に飛んで、ずっとなんか奥の方だけ見て。安心ですわ。安心。じゃあそういうの言われたら安心しちゃう。めちゃくちゃこれからのベップさんよろしくお願いします。そう大丈夫大丈夫。手本じゃないですから。どうそれこそ2022年をちょっと飛躍の年にしたいでしょ。なんか抱負とかありますか。いやしたいですね。したいですね本当に。なんだろう。まあとりあえず妹に借金を全額返済いたします。あ結構してるの。はい、あとまあでもあと5万なんですけども。あそんなんやな。あそうなんです。最近おばあちゃんから20万円お年玉もらいまして。そんなもらった。もともと妹に20万、うん、30万、あと20あと30万借りてた。もともと30万借りてたんですよ。おーすごい、ね、妹に。でそれ返さんくてずっと、ずっと返してなかったんですよ。そうなんです。ほんでまあ年末に実家帰ったらおばあちゃんがまあ20万円くれて、まあ、ただそこに横に妹がいたんで、そのまま20万妹に吸われて、結局僕は0円だったんですよ。いやさなんか、それを残りを今年返したいっていう。してるけどその おばあちゃんの20万で何にも入ってこないから。すごいな。いやいや、そうなんですよね。まあでもそうですね、まあ、妹は80万円の車買ってもらってますんで、おばあちゃんから。なんだ、そうか、そうか。そうなんですよ、ほんまにコツ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 昔から働いてきて、それを今子供たちに奪われてるという。いや、入ってこへんねんな、気持ちがな。ソータはどう？僕、どう？あ、飛躍の年、うん。2020年、大きいな、これは。ごめんなさい。2022年ですか。豊富ね。抱負、まあまあその飛躍の年にしたいっていうのもあるんですけど、うん、昨日その森の宮の、ライブで書き初めを書かせてもらって、うん、今年の抱負みたいなので、うん、で先輩に可愛がられるという目標で今年はやっていこうかなと思ってます。でもいろんなな先輩に。そうだ、なんか可愛がられてる。いやー全然ですよ。なんかね、なんか何なんですかね、暗くなる。何がソータいつも飲んだ暗いから。あ、そうそれやと。ちょっといいな。いや、そう、暗じゃないんですよ。ほんまに。じゃあ、津田さんは、だから津田さん結構誘っていただいたりしてるんですよ。そうなんや。はい。はい、最近ないですね。暗いな、暗いって。暗いねんって、だからそういうところが。明るくしたらいいんちゃうかな。明るいよ。俺なんて誰にも誘われてんけど。うるさいよ、お前。うるさいね。お前のが終わって、須田さんが俺に聞いてくれてんねん。聞かしてくれよ。お前のはちゃうねん。待てって言われたら待てへんねん。まあ、仲が良さそうなので、はい、今年もしっかり頑張っていただきまして。はい、焦らず、でも周りは周りで結果出るけど、絶対に自分らのタイミング来るから、そこは焦らず、確かに、うん、頑張っていただきたいなと。はいはい、もう十分面白いので分かってますからね。はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、ということでございまして、ゴゾロップでした。ありがとうございました。ありがとうございました。須田さん、またお願いします。終わりかけに言うてくんの。だってね、そうね、暗いね、あいつも喋ってて、だんだん暗なっていくね。どこまでね、ダンサーインザダーク見たんかなみたいな気持ちがね、最後。ソータと飲んでたら。暗くなる。わかるやれへんやん。さあ、このあたり一曲聴いていただきましょう。はい、これ、別府君のリクエストということで。はい、これ僕が選びました。はい、今話題の、映画のやつです、うん。聞いてください。桑田佳祐でソウル、コブラツイスト、魂の悶絶。さあ、ラスト3組目でございます。はい、3組目は NSC41 期生、芸歴3年目のタイムキーパーでございます。はい、うん、ボケの松井とツッコミの安土からなる、最近小忙しくなってきたコンビでございます。うん、それではネタの方からお聞きください。どうぞ。
どうもタイムキーパーです、お願いします。お願いします。あのちょっといきなりやねんけどさ、はい、あのもし俺が女性として生まれてたら、うん、っやってみたかった職業あんねんな。なんなん？あのキャビンアテンダントしてみたかったなと。キャビンアテンダントな、女性にとって憧れの職業やさやねん。でちょっともうここで雰囲気だけで交わってみる。あ、マジで？じゃあキャビンアテンダントしや。あ、ええの？おさ周りの感情全部やってあげる。あ、わかった、ありがとう。これは安土のり子というキャビンアテンダントが一人の少女に出会って最後に「たかしかい!」っていう物語。あ、ちょっと待って、うん、え、何これ、何これとかじゃないね。え、キャビンアテンダントやらないと。ああごめんごめん、うん、あそうやな、次もうあれで、うん、何これとか聞いてきたらもうお前を太ってないこととするで。もったいな。うん、やって。あ、分かった。ガチャ、間もなく離陸いたします。シートベルトをお締めください。ガチャ。お姉さん、お姉さん。あ、はい。お姉さん、こんにちは。こんにちは。うちの名前は宮谷彩奈。うちはずっと決めてたんや。お金をいっぱい貯めてグアムに行くって。今日がその日や。堪忍やで。朝ドラの主人公みたいな子来た。お姉さん、あんな、うん、彩奈な、飛行機飛ぶとき揺れるの怖いから寝とくねんやんか。だから上について揺れへんくなったら起こしてほしいねんけど。いい、私のこと8メートルぐらいあると思ってる。いい、うん、分かった。じゃあもう安定したら起こしに来てあげるね。ありがとう、うん、それでは離陸いたします。ガチャガタ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 。機体が安定いたしました。シートベルトを外してください。ガチャ。あ、起こさないと。あやなちゃん、あやなちゃん、はあ、宇宙ってどうやってできてんやろ。宇宙人ってほんまにおるんかな。あやなたちはほんま誰かに作られたバーチャル世界の中を生きてんのかもせえへん。あやなたちは死んだらどうなんねやろ。これ寝る前に考えちゃって寝れへんくなることを起きてすぐ考えて眠気覚まそうとしてる。これがいっちゃん目覚める。これやってる人見たことないで。な、何？あやなのな、隣のこの真ん中の席空いてるからこっちの席移動していい？あやな、ちょっとでも窓から外の景色見てないと酔うかもせへんねん。まあ一応席は決まってるけど、そういうことやったらいいよ。ありがとう。うん、ここには座るな。横の子のおじいちゃん、ごめんなさい。あ、すいません。あ、ごめん。ここにはばあさんが座るはずやったんや。実は1ヶ月前にばあさんが亡くなってしまってな、死んだばあさんと約束してたんや。ばあさんの70歳の誕生日の日に一緒にグアムに行こうって。今日はその日や。ばあさん以外の人がわしの横に座るのはどうしても耐えられへんくて、だからばあさんの席の分のチケットもキャンセルせんかった。でも寄って吐かれても困るし、お嬢ちゃんここ座っていいよ。ごめんね。ありがとう。よかったね。うん。実はな、あやなおじいちゃんに一つ秘密があんねん。あやなは実は1ヶ月前に亡くなったおばあさんです。え、私の分の席も取ってくれててありがとう。ユミコか。はい、まさゆきさん。わし、たかしや。たかしかい。な、何がやねん、もうええわ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあもうタイムキーパーは、うん、もう滑ってんのも見たことないですからね。いい、ありがとうございます。そんなことないです。はい。おっしゃよね、ほんまにな。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶりです。いやいや、まあまあ、何日間前とか今日とか昨日もおたでおめえ。はい。お久しぶりです。あげましょう。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。劇場で言ってくれたけど、なんか、そんな感じで来てんの嫌やな。そうですね。なんか遠いな。もう3年目以下のラジオなんで。いや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 、どうでしょう。タイムキーパーはもう、かなりやっぱり去年とか仕事上量で言ったら増えてるもんね。まあ、そうですね。去年はもう本当にありがたい1年にさせていただきまして。ようだから、あのお前らの同期に会ったらもうタイムキーパーが言ってるんで、タイムキーパーが言ってるんで、よう、その相談みたいな、うん、されたわ。いや、嬉しいですね。嬉しいです。はい、切磋琢磨できたら嬉しいです。そうっすね。かっこいいな、今日はずっとな。なんか薄そうですけどね。うさんくささはあなたとやっぱ似てるとこがありますからね、アキラはね。どう、2022年のなんか目標というか、やってみたいこととかってありますか？あ、2022年やってみたいことですか？ともかく、
ともかく伸びしろを伸ばしたいですね、僕たちは。伸びしろ。ともかく。もうちょっとなんか具体的というかさ、東京で単独ライブとかさ、賞取りたいとか、なんかそういうのちゃう？確かに、東京でやってみたいっていうのはありません？東京で。そうですね。一度。そうやな。東京でやってみたいな。なんかそれこそユニットとかでもな、はい、うん、できるし、向こうのね、コーラとやるのもできるし。はい。そうなんです、同期のね、ラグビー芸人の深夜が東京でなんかね、なんか調子乗ってるんですよ。なんで深夜なんか、そんなことないやろ。いや、大阪で受けてるの見たことないんですもん。受けてるやろ。やめとけ。めちゃくちゃ受けてるわ。不石やから、深夜だって。うん、最近なんか、めっちゃなんかライブ売ってるよな、主催の。確かに。そう、だから相方がめっちゃ仲いいんで。はい、親友なんで。はい。あ、そうなんや。はい。だからちょっとやってもらおう。うん、あともう一個目標あります。おお、いいね。あの福岡の劇場に前行かせてもらった時に見たんですけど、はい、うん、福岡の劇場の横にものすごい長い滑り台があるんですよ。ありますね。あるな。それに乗りたい。いや、しょぼいって。次行けるで、そんなもん。絶対に。あの別府さんと、うん、お昼ご飯行ったら多分乗らせてくれるわ。うわ、マジっすか。うん、お願いします。だから僕をずっとアイススケートさせようとしたから、一緒に行こうか。謎に僕一人だけをですよ。意味分からへん、あれ。雨降って中止やってんな。雨降って中止でよかったです、本当に。ほんまによかったし。そうな、うん、はい、なんかああいうの楽しかった。僕はね、アキラと攻めるとちょっとブラブラしたりとかして、はい、楽しかったね。行かせてもらいました。めちゃくちゃ楽しかった、ね、楽しかった。ほんまに正直、その去年のこの2021年最初はやっぱラフネクとか出させていただいてて、うん、でその僕個人の話なんですけど、その年の瀬ぐらいにマルセイユさんの単独に出させてもらったじゃないですか。そう、ありがとう。今日漫才で、うん、だからそのめちゃくちゃ嬉しかったですね。あ、卒業してすぐに会えるめっちゃ上の先輩っていうイメージだったんで、その人らの万劇の単独ライブに出るっていうのはめちゃくちゃ嬉しかったです。いや、でもほんまに、うん、はい、YouTube とか上がってるんで見てほしいですね。あずちそうですね、うますぎて。いや、そんなことないです。いや、なんか怖かったもんな、ほんまに、うん、こんなに上手やのにあんなに力うるさいんやっていう。ええじゃないですか、それは。それはいいじゃないですか、関係ないですよ、そこは。あれはちょっと衝撃やつくんな。やっぱりバカず役職が人を作るじゃないけど、うん、いろんなところ出ていってやっぱりこうスキルが上がってるのがちゃんと分かったし、うん、それこそちょっとショーやな、それこそタイムキーパーもね。そうですね、欲しいです、ショーを取りたいですね。全然あるやろし、うん、どの賞もあるやろうから、ちょっと頑張って。うん、はい、あと、一ついいですか。いいよ。ラフネクの時にいつも出していただいてたお茶、また飲みたいですね。ラフネクの時に、いつもそちらに行ってた時にお茶もらってたじゃないですか、コ、うん、ップに入れて。うんうんうん、あのお茶がなんか今日飲みたいなっていう話を、はい、ちょっと僕はしてました、一人で。そうやな、ブース内、うん、でもコロナ禍でもなくなっちゃったよな。はい、あ、そうなんすか。そうやね。あ、懐かしい。もうこれってもうラジオでもうまだまだ全然あれなんですかね、一緒にできないんですか。多分もうちょっとまあ、ね、うわあ、なるほど。いや、したいっすね、マジで。そうな、やっぱりスタジオでみんなともね、またこうリモートでみんな違うから。はい、うん、そうなんです。まあもうでも、それこそタイムキーパーもね、ちょっとリーダーとなって同期を引っ張っていっていただきたいなというふうに。いや、ちょっとなれるように頑張ります。はい、うん、ということでございました。さすがでございました、はい、タイムキーパーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。圧巻ですよ、タイムキーパー。3組ともね、もう全組すごいね。元気。あ、もう何も言うことはありません。みんな頑張れ、俺らも頑張るということで、素晴らしい回だったんじゃないでしょうか。はい、以上、一押しマンデーネタナイトでした。さあ、新年一発目のラフネク終わりました。ありがとうございました。いかがでしたか。はい、3組出てますけど、うん、3組ともめちゃくちゃ面白いんですよ。すごいな。で、五蔵六腑の優は、本当僕と同じ悩みを抱えてるっていうのが、もうほんま。
はい、悩み、まあまあそうなのかな、はい、うん、あ、悩みを抱えてるのはこっちやねんけどな、はい、実は気づいてほしいねんけど、そうか、そういうやつが横にいるという悩みはこっちにあるんだけどな、そう、ソータもだから悩んでるんですよ、大変なのよ、ソータもな、うん、いやでももう三者三様、はい、ファンファーレと熱狂、五臓六腑、はい、タイムキーパーと、うん、もうラフネクを巣立って行ってくれたメンバー、全員劇場メンバーでね、うん、そうですよね、活躍してますから、はい、ぜひライブとかもね、行、うん、ってあげていただきまして、はい、またラフネクの新しくまた入ってくる子だと、また喋らせていただきますから、はい、我々もちょっと気合い入れて頑張りますので、うん、今年も1年間よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。新年ギャグいきましょう。はい。ムーから始まる新年ギャグで、ムー、締めたいと思います。はい。いきましょう、ベッド君。ムーから始まる新年ギャグ、お願いします。むさ苦しいことは置いとこう。いいと思います。お願いします。ガオ。ガオ。トラ年で。